こんにちは、歌一郎です。今日は僕が、お酒をやめたということについて話したいと思います。2020年の年末からお酒をやめています。今2022年2月なんで、1年2ヶ月ぐらい、ですね、やめています。でうちはもともと父が酒飲みだったんで、大人になったらお酒を飲むのが普通みたいな感覚は、あったと思います。お酒をたまに飲むとかですね、たしなんでいるっていうような人であればいいと思うんですけど、僕の場合は習慣化していて毎日飲んでしまうっていうタイプでした。でどっかそういう自分が嫌だなっていうのをずっと、思っていました。お酒が完全に習慣化していて、もう立派な依存症って言ってもいいかなと思います。たった1日週1回ですね、休肝日設けるっていうことすらできなくて、毎日、夜に飲むお酒を目指してなんか人生を、組み立ててたり、一日が動いてたりっていうような感覚でした。お酒を飲んでいると、夜は本当にお酒に支配されていて、時間があっという間に過ぎていきます。というか、まあ、酔っ払っちゃうんで、他に何かをするっていうような意欲も、湧かないっていうのが実際のところかなと思います。なので常に、このままでいいんだろうかっていうような意識が、どっかにありました。普段は、夜しか、お酒は飲まないんですけど、休日になるとお昼ご飯と一緒にビールを1缶2缶ぐらい飲んでしまうんで、すぐに眠くなって昼寝をするっていうのがお決まりでした。なので休日も有意義に過ごすっていうよりは、だらだらと寝てしまったりっていうのが嫌でした。僕はお酒を飲んだ時の、ふわふわした酩酊感が好きで、誰かと一緒に飲んで、楽しく話すとかっていうのも好きでした。でもいつも、どこかお酒に縛られている自分が、嫌だなと思っていました。で実は2019年にもですね、7ヶ月くらいやめていたことがありました。その時は、僕はもうお酒をコントロールできるようになったんだっていうふうに思ったんですね。でも、お祭りの時に、軽い気持ちで1回飲んだんですね。で最初は、コントロールできている、っていう日々が続いたんですけど、だんだん少しずつ前と同じように飲むようになってしまいました。やっぱり、もうお酒の力というか依存性っていうのは強いんだなというふうに認識させられました。それから1年間ぐらいやめたいやめたいと思い続けて、でもどっか踏ん切りがつかなくてですね、その機会を伺って失敗してっていうのを繰り返していました。で2020年の年末に知り合いとお酒を飲んだ時に二日酔いになってですね、もうこれでやめようっていうふうに、それをきっかけにしてやっとやめることができたんですね。で不思議なんですけど、1日お酒を抜くっていうことができると、二日目に飲まないでいるのは1日目ほど全然辛くなくて、で3日目になるともっと楽になって、で1週間ぐらいするともうほとんど、飲まなくて OK っていう感じになってしまうっていうのが僕にとっての、お酒をやめるということでした。一度こういうふうに一歩を踏み出せてしまえば、お酒をやめるっていうことができるのに、
なんか自分の中でいろんな言い訳とかを駆使して飲むということを正当化して、逃げていたんだなというふうに今は思います。でも、今はですね、お酒をやめられている自分自身を誇らしく思うし、でお酒をやめるということで僕は自分自身の生活とか人生を本当の意味で、取り戻せたんじゃないかなというふうに思っています。で僕がお酒をやめる、ということに、役立ったなというふうに思っていることは、2020年から始めた、ヨガです。ヨガはそのヨガを行うということでですね、自分の体と心を見つめることができるというふうに感じています。で、それのおかげで自分自身の本当の欲求、つまり、お酒がない生活をしたいというふうな欲求と向き合うことができたというふうに、考えています。もし、これを聞いていただいている方の中にお酒をやめたいんだよなというふうに思っている方がいて、ね、この動画が何かしら役に立ってくれたら本当に嬉しいなと思っています。聞いていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。